はい、皆さんこんにちは。最近ホタルのご飯に実は納豆を入れて食べさせてあげています。その理由はですね、ホタルの皮膚科の病院の先生がですね、サプリメントで腸内環境を整えるような、サプリメントを今飲ませてるんですけど、まあ、理想は本当は食事から取った方がいいよということで、まあ、できるならばその食事からいろんな食材を取って腸内環境を整えていって、まあ、免疫系の、まあ、ホタルのかゆみっていうのはちょっと免疫の影響も可能性があるということだったので、まあ、腸内環境を整えて免疫を正常化させていきましょうということだったん で納豆もいいですよということで納豆を最近混ぜて食べさせてやってます。で、まあ、そのままだとね、あのネバネバがあって喉に詰まっちゃうかもしれないんで、まあ、ちょっと水でネバネバ取ってやってから他の餌と混ぜて食べさせてやります。でですね、まあ、本当にね、納豆を食べ出してから、まあ、あのお通じの調子もいいし、まあ、なんせあの毛並みは、まあ、サプリメントとか薬も併用してるのであれですけど、かなりサラサラでツヤツヤになってきてます、ホタルで、ね、前々回かな、前の動画でも毛が生えてきたっていう動画も作りましたけど、本当にあの毛並みが良くなってきました。で、ね、意外と美味しそうに食べてくれるんで、あ、これはいいなと。餌だけじゃなくてね、やっぱりいろんな食材で食事も、多様性が大事ですから、この納豆もあの僕たちも本当に、腸内環境を整える食事、僕たち人間も意識してやっているんですけど、いわゆるサプリメントは、まあ、プレバイオティクスっていう、ものですけど、納豆はどちらかというと、どちらかというとというか納豆はプロバイオティクスですよね。生きた菌をそのまま腸に届ける。そしてサプリメントのプレバイオティクスで腸内環境、腸内の細菌に餌を与えてやるという、ダブルの効果を狙ってサプリと納豆と、まあ、餌も変えまして、でそれが今のところ功を奏しているんじゃないかなというふうに感じてます。かわいい、おいしそうに食べてますね。最近ホタルちょっとあの食べ方が雑というか、なんかちょっと残るんですよね、あのお皿の周りとかに。以前はあれを一生懸命最後まで食べてたんですけど、食へのこだわりがちょっとだんだん少なくなってきたのか分かんないですけど、目やにを取られてます。朝は絶対に目やにがついてるホタルちゃん。これまだ餌食べた後なんですけど、まだくれって言ってます、僕たちがご飯食べてると。で最近美味しいリンゴをね、あの知り合いの方にもらってリンゴを連日食べてるんで、ホタルにもちょっとやってるんです、あげてるんですけど、リンゴを食べるとね、くれ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 くるんですわ、ホタルが。よく知ってます、美味しい味は。さあ11月の今日が10日ですが、181話、さあどうなるんでしょう。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。